続いてのゲストは森田正明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お着物姿がねとてもかっこいいですが、はい、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。はい、そんな森田さんですが、三森音楽事務所、ね、はい、そうでございます、ね、立ち上げていらっしゃる、はい、ということと、あとカラオケ喫茶も、そうですね、名古屋市北区、はい、上田でですね、はい、フラワーというカラオケ喫茶、はい、ですね、をしております、ね、もしお近くの方いらっしゃったら、はい、ぜひ寄っていただきたいです ね、 そうですね、はい、さあ、そして今日歌っていただく平成夫婦前菜ですが、はい、これは一体どういう曲でしょうね。これはですね、はい、昭和も平成もですね、はい、人間ですね、夫婦はですね、はい、将来向かってですね、はい、いろいろ支えながら、はい、生涯生きていくと、はい、そういう曲でございます。かけてくれます小さな愛が、小さな愛があればいい。じいちゃん、いつものとこ行こう。うん、一緒にゲーム、ご飯、一緒に天然温泉、また来ような。天然温泉ゆうゆう会館。家は構造材の強度が一番重要です。いい材料を十分に使ってしっかりと施工しなければダメなんです。私が責任を持って地震に強い頑丈な家をお作りします。日経ホーム。ではここでゆうゆう会館からのお知らせです。ゆうゆう会館では、悠々会館でテレビに出よう、歌と踊りのパフォーマンス、ちびっこ発表会を開催します。開催日時は7月31日日曜日午前11時から午後3時。参加資格は3歳から小学校6年生の個人および10名までのグループ。募集人数は先着50名または50組まで。内容は歌や踊りを発表していただきます。出場者は三重テレビ、岐阜テレビで紹介いたします。参加費等、詳しいお問い合わせは悠々会館までお願いいたします。